その人形すごいね。一体どうやって動いてるのそれは、乙女の秘密。あ、今この言い訳は通じないか。とりあえず、秘密でーす。うーん。やっぱりそっか。残念。うわぁ、あちこち怪我だらけだよ。はぁ。戦いなのよ。怪我くらいするわ。 文句言ってたら切れないわね。私は平気なんだけど、お兄ちゃんが大げさに騒ぐんだよね。そう。まあ。お兄ちゃんってそういうものよね。女は黙って焼き鳥丼。いやいや、味噌でしょ。料理の話よ。え味噌は料理だよね。この子の目、曇りがないわ。 えー、くっそ負けるもんか俺は諦めないぞそうだよシングは諦めないだから私が全力で支えるえ小、ーえー、く大丈夫このくらい平気まだまだ戦えるよ安心して小く次も絶対に俺が守るよ私もシングを守りたいえー 俺が私もうっ、っは琥珀の蹴り技、すごい威力。えっ、うん、鍛えだからねソフィーの一撃も超重たいよっ、<laughs> これはちょっときついかも琥珀兄ちゃんが今すぐ直してやるからな琥珀 ばっちり息の合った俺たちの連携を見せてやろうぜ。うん。任せてお兄ちゃん。ガンどこいっちゃおう。琥珀の蹴り、相変わらずの破壊力だな。うん。お兄ちゃんを傷つける奴は容赦しないよ。琥珀相変わらず性格も良くて、完璧な妹だぜ。<laughs> お兄ちゃんもいつも通りだね。 琥珀またそんな、ね、足を出すような格好を。愛い,い服でしょこれで、いらっしゃいませってやるんだ。くっいいかてめジロジロ琥珀を見るんじゃねえぞちょっとお兄ちゃんやめてよそういうのこの服、可愛いいし動きやすいし、蹴りだって余裕だよ。蹴りの威力が上がるなら、私も着てみようかな。 誰を蹴るつもりなの戦いの後のお茶はいかがですかえらい可愛らしい店員さんやね。商売繁盛間違いなしや。開店前のお掃除だね。邪魔なものは片付けちゃうよ。そうよ。おとなしく片付けられなさいこの服も可愛いいけど、リタが着てる服もいいね。ねえ。 ちょっと取り返っこしてみないいやよ、そういうのは私の趣味じゃないわ。ええー、リタの服、猫みたいで可愛いね。そう制作者の猫好きが過ぎると思わないえへへ、<laughs> 本当はすごく気に入ってるくせに。ま、まあ、否定はしないわ。リタの服見て思い出した。向こうの路地裏に可愛い猫がいたの。 もう、おーあ,あ、そう。まだいるかも。一緒に見に行ってみないま、まあ、ついてってあげなくもないわよ。